新青山ビルは東京都港区南青山一丁目一番一号に構える屋上高87.8メートルの高層オフィスビルである。二棟の高層ビルとそれらをつなぐ低層部分、地下から構成されており、青山ツインの愛称でも知られる。新青山ビルそれぞれ東館、西建てと呼ばれる二棟のビルはいずれも地上23階、地下4階建てで、 国道246号と都道319号線に面し、地下では地下鉄青山一丁目駅に直結している。1974年8月の東京都都市計画審議会において審議決定された特定外区に基づいて設計されており、車線緩和の利用によって当時としては周辺でも有数の高層建築を実現した。 構造は23階建ての構層棟2棟が中央プラザを挟む形で建てられており、周辺に配置された低層店舗外の上には人工地盤が開放されている。設計、管理は三菱地所が行っており、1978年10月に竣工した。敷地面積は1249平米で、 建物高さは最高健康が87.8メートル、最高部が94.1メートルである。青山一丁目交差点の蓮向む会には1972年3月に完成した13階建てのオフィスビル、青山ビルがあり、それに対応して新青山ビルの名称となった。完成以来30年近くにわたって、青山一丁目赤坂御所周辺では唯一、 最高層の建物としてランドマークとなっていたが2007年3月2倍近くの高さがある高層賃貸マンションパークアクシス青山一丁目タワーが隣接地に竣工した AB 新青山ビルの建築と設備建築設備ボリューム29ナンバーワンにページ11から 21AB 新青山ビル三菱自称オフィス情報。青山ビル三菱自称オフィス情報。ありがとうございます。